玉の海梅吉は、長崎県東園木郡出身の元大相撲力士。本名は、影平梅吉。1912年11月30日に、長崎県東園木郡で生まれる。当初から金眼だったために家業である真珠の養殖作業を継ぐことができず、すでに立派な体格をしていたことから宮相撲で、活躍し、力士を志すようになる。 1930年に、同郷の小江州山栄を頼って上京したものの、すでに巡業へ出発した後だったために入門は、叶わなかったが、偶然そばを通りかかった、玉西木沢右衛門から見出され、二所の関部屋へ入門した。四個名は、故郷、長崎県の名産である真珠をイメージして、海の玉、または玉の海で迷ったが、校舎を選択したと後年になって語った。 筋肉質の体格で、足腰が強く右腕の怪力も有名で、腕を伸ばしたまま、大人を下げたり、園籍では、右の拳に小柄な芸者を乗せて持ち上げたほどだったという。右で前、ふんどしを取ってから左で、相手の右手首を掴んだ上で立ち腰で出ようと試み、土俵際で残されたなら右からひねる、力任せかつ強引な取り口で、1935年。 一月場所で新入幕を果たした。玉の海の取り口は、大関級と言われながら1937年、五月場所で、小結、1938年一月場所では、関分け昇進したが、最大の武器である右腕を負傷したことで取り組みを、危険これによって、負け越しとなり、平幕へ陥落した。それでも、同年、五月場所は、武蔵三部、 男女の川登りんを破って、金星を奪うなど右腕の怪力ぶりは、順調に回復し、再び三役昇進を果たそうと日々稽古を行っていた。ところが、同年12月4日に、年寄り、二所の席を二枚観察で襲名していた、玉西木佐上門が、急性猛腸炎で、現役死亡したため、急遽、年寄り、二所の席を二枚観察で継承した。 これ以降、玉の海は、現役力士と、親方業の兼務に多忙を極めることとなるが、1939年、1月場所9日目には、同場所4日目に連勝が69で止まったばかりの、双葉山定寺に勝利し、玉西久衛門の冷前に報告したことが話題となった。この取り組みは、飛び込んで右を刺すと、 海力と呼ばれた右ベタからすくい投げ、出し投げを打ち、体勢の崩れる双葉山を寄り詰め、最後は、左三つを取って、突きつけるように寄り切った、という流れであった。これが、自身の双葉山戦初勝利であった。1941年1月場所は、前頭6枚目で11勝4敗、同年5月場所は、小結びに昇進して13勝2敗。 1942年1月場所では関脇に返り咲いて10勝5敗の高成績を収めたことで大関への昇進が目前だったが親方行との兼務による疲労から官房に感染してしまい昇進は果たせなかった以前から実力は大関と周囲から認められていたがたまに式の急世によって部屋を引き継がなければならない 立場だったことで多忙を極め、その不運で昇進できなかったことから、玉に式が生きていれば間違いなくなっていたと言われていた。1945年11月場所を最後に、現役を引退し、親方専人として、更新の指導に当たった。協会員としては、時津風の良き相談役として活躍し、理事まで務めた。二所の関部屋師匠在任中、大の海、力道山。 ことにしきなどの関取りを育てた。しかし、第二次世界大戦が激化していた1943年、後半から、当時の部屋経営の生命線となる一門別巡業が、ままならず、100人近くの弟死を抱える二所の関部屋は、食料事情の悪化に苦しんでいた。そんな時、当時の兵庫県知事が、午前中は勤労奉仕、午後は、 遺問相撲を行えば移植中の面倒を見ると持ちかけたため玉の海は兵庫県天ヶ崎市を部屋の本拠地にする決心をした部屋を旅館としても運営する力士たちに副業を提案するなど経営に尽力していた幕内まで昇進した者には内弟子を採用して分家独立することを奨励するなど育成面でも画期的な方針を打ち出した 兵庫県西宮市で二所の関部屋単独の勤労奉仕を行っていたところ、捕虜を美容したとして戦後直後に戦犯容疑で逮捕された。すぐに釈放されたものの、玉の海としてはどういう理由で戦犯容疑にかけられたのかがよくわからず、騒動に際して日本相撲協会から説明を求められても何も答えられなかった。 この時の教会の対応に礼遇を感じたことや六代、出羽の海との圧力を理由に、部屋を、佐賀の花勝美に譲って1951年に、廃業した。廃業後は、戦争によって部屋を再建するまでの間に、兵庫県向川で妻が経営する、洋裁学校の校長を務めていたが、日本放送協会の大相撲解説者に転身することが、決定。 解説者としての名は、玉の海梅吉とした。玉の海は解説者の仕事が決まった時、一度相撲の、社会から離れて戻りにくく、性格的にも解説者に向かないと感じていた。だが、久しぶりに、国技館に入ろうとすると双葉山と出会うなり、右四つがっぷりになり、この無言の歓迎に支えられて再び相撲界と、接することにした。 現役時代に個名が掲載された番付では、梅の字は、一言を横ではなく、縦に並べて書かれていたが、解説者としての名では、通常の梅を用いた。独特の塩辛い声で、隔離力士へ批評を繰り広げるが、その一方でユーモア溢れるコメントはお茶の間の、相撲ファンに親しまれた。解説者として様々な批評と名台詞で人気を、博したが、 70歳を迎えた際に、相撲を忘れて、のんびり暮らしたいとして、1982年、11月場所を最後に解説者を勇退した。同年大晦日に行われた第33回、NHK 紅白歌合戦では審査員を務めるなど、解説者を勇退後もテレビで、健在ぶりを見せていた。その後は、兵庫県甘ヶ崎市で悠々自適の日々を過ごしていたが、 1988年10月23日に、心不全のため、兵庫医科大学病院で死去、75歳没。この日はくしくも、玉の海が晩年を過ごした兵庫県で生まれた、浅潮太郎も没している。ABCDEFG ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ、西書の関部屋 P21、ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ、 二所の関部屋 P48AB ベースボールマガジン社大相撲名門列伝シリーズ二所の関部屋 P39AB ベースボールマガジン社間、相撲創業70周年特別企画シリーズ167ページもともと協会側は玉の海が兵庫県知事と交わした契約に反対しており当時の藤島理事長に相談して理解を得たことでようやく観光に至ったものであった ABE キリステごめんベースボールマガジン社大相撲名門列伝シリーズ二所の関部屋 P10-11 松永文子氷田玉の海梅吉地位と名誉を捨てた男同友館しかし玉二の冷前に手を合わせたのは報道陣から写真撮影のために手を合わせるよう言われたためで玉二の夢など見なかったと本人が後年になって語っていた話もある 石井大蔵、土俵の修羅244ページに、どこの社会にも不正は必ずある。学校の先生、警察官でさえ例外ではない。ところが、相撲界にだけ不正がないということは、もう通用するわけがない。事実、八百町はいくらもある。教会も一度それを素直に受け止め、予防策なりに取り組むべきですね。 ビシッと罰則を設けるべきだと本人の主張が確認される。具体的に、八尾町告発も言ったことがあり、大砲の32回目の優勝は八尾町だった。と自身の手記に残している。次長、これが、大相撲だ。生きて、見つめてきたの藤勝脇、嵐山幸三郎、大砲団。大相撲内訳話、P78 八エ大長縁により9日目から、 途中休場官房により12日目から途中休場。ありがとうございます。